フローレンス旧市街地にある同盟、フローレンスを関する諸都市への距離を示す標識。フローレンスはアメリカ合衆国オレゴン州連軍にある市である。2010年における同市の人口は8466人だった。今日、フローレンスとなる地域には、もともと先住民族である最優ロー族が生活を営んでいた。フローレンスという地名の由来は、 一説には1858年から1860年にかけてレーン軍で大義士を務めた AB フローレンスの名にちなむとされているが他の説によれば1875年2月17日に最優スロー側の河口で破遣したフランスの船の名前から取られたとされる1970年11月12日マッコウクジラの死骸が フローレンスの海岸に打ち上げられ、ダイナマイトを用いて破砕が行われた。爆破によってバラバラになったマッコウクジラの死骸は、カモメやカニなどの腐食動物によって処理されると見込まれた。このクジラの爆破の件は、数十年後インターネットが普及すると、クジラ爆発のエピソードとして、広く知られるようになった。フローレンスは、オレゴン海岸沿岸における最優ロー川の河口に、 位置する。友人とはほぼ同位度であり、ニューポートやクーズベイといったオレゴン海岸の他の主要都市の大体中間に位置する。フローレンスから国道101号線で南に進み、最有スロー川を渡ったところには、非法人地域のグレナダがある。フローレンスの 42km 北方には、ヤハッツがある。アメリカ合衆国国政調査局の発表によると、 フローレンス市の総面積は14平方キロメートルであり、そのうち13平方キロメートルが陸地、1.6平方キロメートルが水域である。水域面積率は10.71%である。オレゴン砂丘国立レクリエーション地域。フローレンス近郊に所在。最有スロー川に浮かぶ保船2000年の国勢調査では市の人口は7263人で、 3564世帯2145家族が暮らしていた。人口密度は1476.3ミニだった。848.4スクエアミの平均密度に4174件の住宅が建っている。人種構成は白人95.88%、アジア系0.55%、アフリカン・アメリカン0.28%、 先住民0.92%、太平洋諸島系0.14%、その他の人種0.56%、及びパ欠1.67%である。人口の2.37%はヒスパニック、またはラテン系だった。3564世帯のうち16.9%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、48.6%は 夫婦で生活している。9.3%は未婚の女性、または家父が世帯主であり、39.8%は結婚していない。34.4%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、21.7%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.02人であり、結婚している家庭の場合は2.52人である。 市内の住民は16.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が5.0%、25歳以上44歳以下が16.0%、45歳以上64歳以下が23.9%、及び65歳以上が38.2%にわたっている。中央値年齢は56歳である。 女性100人ごとに対して男性は84.8人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は82.1人で、ある。この年の世帯ごとの平均的な収入は3万505米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は3万6784米ドルである。男性は3万962ベ米ドルに対して、 女性は23,878ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は18,008ベイドルである。人口の14.4%及び家族の10.0%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の25.9%及び65歳以上の8.3%は 貧困戦以下の生活を送っている。フローレンスの経済は歴史的に材木、漁業、農業の三本柱を中核としてきた。しかし近年、観光業が次第に盛んになってきており、重要な収入源として重要度を増してきている。地元企業で代表的なものとして、モーズレストランがあるほか、クーズローアーアンプカサイユースロー インディアン部族連合が経営するスリーリバーズカジノがある。ポートオブサイユースローは漁業、輸送、観光業を推進している。フローレンス市の人口の約1、3は仕事を引退した人々である。1908年以来、筒子祭りが毎年開催されている。サイユースロー開拓博物館が1905年建造の歴史的な学校校舎で運営されている。 フローレンス旧市街地は、最ースロー川菓子にある。市東部には、ポートオブ最ースローの港がある。市西部には、最ースローリバー橋がある。港に沿って、広めの歩道があり、これが、港湾一帯の環境を改善した。多くの企業が市内を南北に貫く、国道101号線沿いに沿って存在する。 フローレンスから国道101号線で北に行くとシーライオン洞欠があり、たくさんの都度が通年住み続ける、会食堂を見られる観光名所となっている。フローレンス市内で国家歴史登録財に指定された歴史的建築物にエドウィン・イー・ベネディクト邸がある。次第にボロボロになってきている。この邸宅は最優ロー川沿いにあり、作家圏キージーがその 我が緑の大地の作中に登場するスタンパー邸のモデルになったと言われている。その他、ヘセタ・ミサキ灯台、ジェシー・エム・ハニーマン記念州立公園歴史地区、最優スローリバーバジ、旧市街地のウィリアム・カイル・アンド・サンズ・ビルディングなどがある。別の角度から撮影したフローレンス空撮写真フローレンス近郊には、オレゴン州公園レクリエーション局が管理する公園や、地区がいくつかある。 市の北方には、ダーリントニア州立自然地区、ヘセタミサキ灯台などがあり、南方には、ジェシー・エム・ハニーマン記念州立公園がある。フローレンスのすぐ南に広がるオレゴン・デューンズ国立レクリエーション地域は、最優スロー国有林の一部として管理されている。フローレンスの公立教育は、最優スロー公立学区が管轄している。この公立学区は、最優スロー小学校、 サイユースロー中学校、サイユースロー高等学校の3校から構成される。レーンコミュニティカレッジはフローレンス市内にセンターを一つ構えている。フローレンス市内でサイユースロー側に架かる橋、ピースハーバー病院がレーン群西部を管轄している。同病院はこの地域における主要な雇用種でもある。フローレンスは一つの姉妹都市を持つ。フローレンス近郊にある絵。 瀬田岬灯台、ありがとうございます。